李正義は、大韓民国の政治家、軍人、第32代韓国軍合同参謀議長、第41代国防部長官などを歴任。最終階級は、陸軍大将。1945年8月12日に、日本統治下の韓温度元州軍で生まれた。景気高等学校を卒業し、陸軍士官学校に入学した。1970年に、 陸軍士官学校を卒業し、少尉に任官された。第30機械化不評師団師団長、国防部政策企画局長、第5軍団軍団長などを歴任。2001年に中将に昇進し、合同参謀本部戦略企画局長に就任した。合同参謀本部作戦本部長を経て、2003年には大将に昇進し、第3野戦軍司令官に就任した。 2005年4月7日には合同参謀議長に任命された。2006年11月には任期を4ヶ月残して退任し、軍を退役した。この人事は、ロブゲン大統領が推進する米軍から戦時作戦党政権を返還させる時期を引き延ばすべきと主張したからとされる。2008年にリア・キヒロが、 大統領に当選すると国防部長官に指名され、同年2月29日に就任した。同年7月に、起草脱北者の岩章花がスパイ活動をしていたことが明らかになると、軍内にも50人のスパイが浸透していることを明らかにし、深い憂慮を示した。同年11月には従来は良好であった、国防部と国会の国防委員会との連絡を立つなど、 国会を軽視する姿勢が批判を呼んだ。2009年に北朝鮮がミサイルを発射し南北間の緊張が高まる中高海北方原海戦の韓国艦艇を攻撃した場合、報復攻撃を実施することを表明した。同年8月には長州一万国防時間が独断で国防予算を減額するように大統領府に要請したことに対して、 下国城と非難するなど険悪な関係になった。8月27日には、ハン・ノボルシュ総理から非難される事態となり、同年9月3日に公鉄が発表された。辞職後は、韓国戦略問題研究所所長に就任し、多くの退役将軍が国会に進出して、通り党略に振り回される風潮を非難している。 APCDEF 君東亜日報2005年3月22日、東亜日報2008年3月18日、陸軍の両承、祝大了、初の女性将軍に任命東亜日報2001年11月9日、東亜日報2003年4月1日、豪参議長と、陸参総長ら対象98人を、 人命軍人事でも高度の影、東亜日報2006年11月16日、東亜日報2008年3月1日、軍潜入のスパイ容疑者は、約50人韓国軍筋が明かす東亜日報2008年8月30日、東亜日報2008年11月22日北の、先制攻撃には、半自動的な報復攻撃で、 韓国軍が最前線指揮官に指示等は日報2009年6月2日、等は日報2009年9月4日、戦等は日報2012年6月9日。ありがとうございます。